はい、どうも皆さん、こんにちは。愛建築家です。今日はワンちゃんをお家に迎えるにあたって、ワンちゃんが快適に過ごせるような部屋作りについて、パワーポイントを使ってご説明したいなと思います。愛犬が快適に過ごせる部屋作りのコツということで始めたいと思います。その1、人の生活スペースの高さを上げるということで、コードを噛んだりですね、小さいものを飲み込んでしまったり、ワンちゃんは、予想外の行動をします。子犬のうちはですね、何でも口に入れてしまうというようなことがありますので、そういうふうにならないように、ワンちゃんの手の届かないように、叩くをダイニングテーブルにするなど、人間の生活のスペースの高さを上げていきましょう。床に物は置かない。配線類はケーブルボックスに入れるなど、一度ワンちゃんの目線の高さになってチェックしておくということがいいと思います。フローリングにはクッションを敷くと。その2ですね。ということで、部屋の床材は掃除のしやすさだけじゃなく、ワンちゃんの健康にも大きく関わってきます。特に注意したいのがフローリングの床です。滑りにくい無垢材を使ったり、滑り止め加工がされているっていうんだったらいいんですけど、つるつる滑ってしまうようなフローリングだと、ワンちゃんにとってストレスになってしまいます。滑ると足の踏ん張りが効かないので、転倒したり関節を痛めるというような原因にもなってくるので、非常に注意が必要になります。またですね、小型犬の、特にそうですね、ダックスフンドとか、そういった足の短い犬種なんかは脱臼したりですね、あとはヘルニアなんかにもなってしまいますので、大変注意をしなくちゃいけないなというふうに思います。フローリング床の場合は、クッションフロア、あと、コルクマットですね。ホームセンターとか100円ショップなんかで売ってますので、そういったものをの、柔らかい材質のものを敷いてあげましょう。ワンちゃんへの負担を防ぐっていうだけじゃなくて、例えば2階とかね、3階などで、ワンちゃんを飼うっていう場合はですね、下の階への防音効果というのもあります。ラグね、なんか滑り止めにはなるんですけども、掃除のしやすい、そういった素材を選ぶのがいいかなと思います。その3、ワンルームの室内外、でも、ワンちゃんのプライベートのスペースっていうのを作りましょうと。どんな小さい部屋でも犬のプライベートスペースは確保してあげたいと。部屋の広さに余裕があればいいんですけども、そういった場合はですね、ハウス、それから餌場と水場、を、サークルで囲い、ワンちゃんにとってですね、ワンちゃんにとってここにいれば安心というようなスペースっていうのを作ってあげるのが理想です。部屋が狭い時はですね、安心して眠れるハウスだけでも、用意しておくというのがいいかなと思います。またですね、旅行とかね、行った時に、ワンちゃんを、どうしてもね、ペットホテルに預けたりとか、あとは災害時ですね、避難所なんかに連れて行く時なども、狭い場所で、自由に行動ができないということがあります。で、そんな時でもですね、いつも同じスペースであれば、ワンちゃんが安心して過ごすことができるので、普段から、ハウスや、ケージに慣れさせておくということが大事になります。その4、初めのうちは一緒に暮らす時間を、なるべく取ってあげましょうと。ということで、お家に来てですね、初めのうちはやっぱりワンちゃんもその環境に慣れていないということで、ワンちゃんにとってですね、その部屋が安心してね、生活できる場所なんだなと
思ってもらうということが肝心になってきます。餌や水がすぐ分かる場所、トイレがまあ清潔きれいだっていうのはもちろんなんですけども、まあ温度がね、快適な暮らしの環境をた、整えるっていう大前提として、まあ何よりもね、ここが飼い主さんとまあ一緒にいるっていう場所だということがワンちゃんにとって大切になってきます。ワンちゃんを迎えるときは、まあ、学校やね、仕事、そういったところの、まあ、あの長期の休み、まあ、夏休みだったり春休みだったりとかね、そういったところの、まあ、タイミングっていうのを選んで、まあ、一緒にいる時間をね、初めのうちは長くとってあげましょうと。でそうすれば、まあ、すぐにね、まあ、部屋がですね、まあ、ワンちゃんにとって、まあ、大好きな場所になるんじゃないでしょうか。慣れるのも早くなるんじゃないかなと思います。はい、その後ですね、部屋の温度は冷やしすぎず温めすぎずっていうところをまあ注意しましょうと。犬種によって、まあ、差っていうのはあるんですけども、ワンちゃんが最も快適っていうふうに感じる温度というのは、まあ、22度から26度、湿度はまあ50から 60% と言われております。冷暖房の設備がまあ必要だっていうのはまあ当然なんですけども、まあ、冷やしすぎたりですね、温めすぎたりするっていうことにも注意が必要になってきます。ワンちゃん用のホットカーペットや、あの冷感マットっていうのがあれば、まあ、ワンちゃんがね、自分で快適な場所を選ぶことができるのでおすすめになってきます。そうですね、ワンちゃん用のホットカーペット、うん、これはですね、まあ、あのちょっとね電気代とかもかかってくると思うんですけども、まあ、そこがまあ暖かければ、まあ、寒い時ワンちゃんがねそこに行くということにができますので、まあ、あのそういったものをね使うっていうのはおすすめになってくると思います。あとはまあ夏なんかはですね、床が冷たいっていうのがまあ普通はあると思うんですけども、まあ、そういったところのね、まあ、冷感マットっていうのがあれば、まあ、そこでね、ワンちゃんが涼むという、体を冷やすということができるというので、これは大変おすすめになってきますね。はい、ということで、まあ、まとめとしてですね、まあ、人もワンちゃんも快適な部屋で、まあ、楽しいペットライフをということで、まあ、今回紹介したワンちゃんが安心安全に暮らせる部屋作りというものを参考にして、ワンちゃんが快適にお家で時間が過ごせるような、そういったね事前準備というものをしてあげましょうということです。はい、というわけで、ワンちゃんをまあお家に迎え入れる場合に、まあ、どういった環境で過ごしてもらったらいいのかという、まあ、部屋作りについて、ちょっとまあパワーポイントを使って説明をしたんですけども、まあ何分初めてのちょっと試みだったので、まあ緊張もしましたし、ちょっとうまくね、説明できなかったかなというところもあるんですが、これからもですね、ちょいちょい、こういったことをやっていきたいなと思います。はい、どうも、愛犬ちくわでした。